ふわっとしても前もばかりに効いてしまう。開脚が開かないし、全然前に倒れない。前屈はできないし、あぐらもかけない。椅子でも床でも、こうやって猫背で座ってる方が楽。カエル足のこれもこれもできない。これを中で反り腰で、半長膝。どれか一つでも当てはまる方、骨盤股関節周りの硬さが原因です。まずはこれ、できるようになりましょう。うつ伏せに寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。左膝を曲げて、左の足裏を右膝のあたりにつけます。この状態で左手を左の鼠径部のあたりにこうやって入れます。手がすっぽり入る方は股関節が硬い、骨盤が歪んでる可能性大です。理想は手が全く入らないことですが、最低でも指がちょっと入るかなぐらいまでには持ってきたらと思います。反対もやっていきましょう。では右膝を曲げて、足の裏を左の膝あたりにつけます。こんな感じです。この状態で右手を鼠径部のあたり入れます。手がすっぽり入るとかなりまずいです。理想は手が全く入らない状態、最低でも指先がちょっと入るかなぐらいまでに持っていきたいと思います。手がすっぽり入ってしまう方も大丈夫です。1回で変化出ますので最後まで一緒に頑張りましょう。では、うつ伏せのまま、かかとをお尻に近づけるように、パタパタ動かしていきましょう。ゆっくりでいいです。かかとをお尻になるべく近づけてください。イメージは手でこうやって、裏ももとお尻の境目あたり触って、あ、ここの筋肉動いてるな、使ってるなって感覚あると最高です。スピード勝負ではないです。呼吸止めないように、しっかり裏ももお尻の境目、こうやって意識しながらやっていきましょう。ゆっくりでいいですよ。で、かかとがお尻につかなくても OK です。やっていくうちにね、ちょっとずつ近づいていきますので、一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。OK。そしたら、膝同士つけておきます。で、この状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、お尻の穴をギュッと締めるイメージ、わかりますか？わからない方はこうやってお尻を手で触りながらやると、お尻がね、力入ってる感じあると思います。お尻の穴締める、緩める。締める、緩める。ちゃんとお尻の穴締めれてると、内もものね、付け根のあたりまで筋肉をね、ギュッと使う感覚が出てくるんじゃないかなと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、次、両手を耳の横につきます。耳の横について、ぐっと上半身反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が痛いよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる。これでも OK です。腰が痛いままね、無理しちゃってもいいことないので、痛くない範囲で腹筋が伸びてればそれで OK です。ちょっとね、いまいち伸びないよって方は、顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。枕ある方は枕入れた方が楽だと思います。よし、上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。そしたら、こう膝曲げた状態から片足ずつ前ももをお腹に近づけるように上げていきます。呼吸止めないようにしましょう。目的は普段上げないところまで足をしっかり高く上げること。スピードは全然重要ではないです。呼吸止めないようにしましょう。しっかり前ももお腹近づけると、ちょっとね、下っ腹のあたり使ってる感覚とかあると最高です。呼吸はね、止めないで。で、きつかったらどんどんサボっていいですからね。OK。そしたら、右足を大きく回していきます。内から外に、ご自身から見て、反時計回りですね。大きく回しましょう。これ、目的早く回すことじゃないです。普段動かさない範囲で大きく回すことです。呼吸は止めないようにして、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲でゆっくり大きく、反時計回り。ご自身から見て反時計回りです。呼吸を止めないで、大きく回して、よし、OK。ついてきてますか？左足次、同じようにいきます。内から外に回します。こっちはご自身から見て時計回りですね。大きく回すことが目的。こっちもゴリゴリなる方、痛みがあれば痛みない範囲で回しましょう。痛みがない方は大きく回す。で、どうしてもね、この股関節付け根、ゴリゴリなのが気になるよーって方は、一応その股関節ゴリゴリなる方専用の動画あるので概要欄貼っておきます。もしね、気になる方は見てみてください。呼吸止められる少々。きついな。もしついていけなかったらね、YouTube 再生速度変えれるので、再生速度やりやすいように調整しながらやってみてください。OK。そしたら次、膝、こんな感じで曲げたまま、外に開く。しっかり閉じ切る。外に開く。閉じ切る。OK。これもスピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり開き切る。内ももを使って閉じ切る。開き切る。閉じ切る。スピードは全く必要ないです。しっかり開き切る。閉じ切る。呼吸は止めない。内もも使う感覚ありますか？閉じるときに。ない方はね、こういった空いてる手で触ると、あ、内もも硬くなってるなって感じがあると思います。呼吸止められるしましょう。OK。そしたら、こんな感じで膝曲げたままですね、膝同士つけて、お尻を持ち上げます。ぎゅっと。裏ももお尻、触って、硬くなってる、力入ってるなって感じあれば OK です。頑張って頑張って。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。空いてる手でね、裏ももお尻触って意識するといいと思います。で、どうしてもお尻上がんないよって人は裏技、ちょっとね、肘を使ってずるしたり、手を使ってずるしても OK です。もうずるしながらでもね、乾燥した方がよっぽどね、価値あります。OK。じゃあ次、休憩ストレッチいきます。左足を右、こっちにねじります。左膝床につけて、左肩なるべく床に近づける。お尻、腰、背中、伸びる感覚あれば OK です。これあくまで休憩ストレッチなので、腰、お尻、背中、気持ちよく伸びてれば OK です。膝つけたまま、無理に左肩を床につけようとすると、ギューってね、筋トレみたいになっちゃうんで、別に筋トレしなくていいです。マッチョになりたいとかね、なんか、スポーツのパフォーマンス上げたいって人は、筋トレしたらいいと思うんですけど、なかなかね、ズボラの方でそういう方いないと思うので、ゆるくやりましょうと。OK。逆行きましょう。これで右足を左に持ってきます。右膝床につけて、右肩なるべく床に近づけます。伸びますか？腰、お尻、背中。気持ちよく伸びてればいいです。呼吸止めないようにしましょう。どうでもいいんですけど、この T シャツ知ってます？おっさんって。日産じゃなくておっさんです。失礼しました。どうでもいいですね。はい。じゃあこの次からね、右向きで横向きになるんで、スマホ持って右向きになりますからね。呼吸は止めないで。OK。じゃあスマホ持って右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、こんな感じで90度に曲げておくと良いと思います。で、膝同士、離す。膝同士、離す。このお尻の横の筋肉、使う感覚があれば OK です。こうやって手で触るとね、あ、動いてるな、使ってるなって感覚がわかるんじゃないかなと思います。頑張って頑張って。これ NG パターンは、こうやって後ろに体が倒れちゃうことです。上半身は固定しておく。膝だけ離すイメージ。膝だけ離す。スピードは全く重要ではないです。ラスト1回一緒に開きましょう。グッ、OK。そしたら、次、右足をこんな感じで前に出します。それで左足、真上に上げる。お尻の横、ここ、使う感覚があれば OK。外もも前もも多少力入ってもいいです。お尻の横、ここが使えてればいいです。きつい。頑張って。呼吸だけ止めないで。この下のね、右足をこうやって前に出しておくことで、体がね、倒れづらくなります。逆に、右足こうやって伸ばしたままやるとね、すごい体がこうやってブレちゃうので、前にね、出しておいた方が個人的にはおすすめです。上げる。ラスト1回。OK。そしたら右足は前に出したまま、左手で左足首をつかみます。左の前もものストレッチです。伸びますか？いまいち伸びない方は、ちょっとね、左足を後ろにぐっと引くと伸びてくるんじゃないかなと思います。で、足をね、後ろに引いても腰がこうやって反っちゃうとダメなので、わざとね、腰は丸めながら足を後ろに引く、猫背にしながら、左足を後ろへってすると、左の前ももが伸びると思います。っていう、今ちょっと難しい解説したんですけど、結論、左の前もも伸びてれば、それで OK です。OK。そしたら、左足を上げて、しっかりつま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。これ股関節を外にねじりたいので、体が後ろにこうやって倒れたと NG ですからね。上半身は固定したまま、つま先だけ真上向ける。きつい。お尻の横、ここです。使ってる感覚あれば OK。全然スピードいらないですからね。ゆっくりでいいから、つま先真上向ける。上半身固定して、つま先だけ真上向ける。外もも、前もも多少使ってもいいですが、お尻の横、ここ一番使いたいです。きついな。あと少し、きつかったらサボりサボりやったり、再生速度調整してくださいね。OK。そしたら、足はこんな感じで楽にして、左手をこう左肩に添えて、大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲まで大きく肩を回しましょう。結構肩がね、バキバキ鳴るって方いるんですが、股関節と同じで痛みがなければゆっくり大きく回していいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いんじゃないかなと思います。ゆっくり大きくです。後ろ回ししてます。で、呼吸は止めないようにしましょう。で、この次から逆向きやりますので、スマホ持って寝返りを打ちましょう。ラスト1回回します。OK。スマホ持って寝返り打ちましょう。で、左向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、90度ぐらいに上げて、膝同士、離す。膝同士、離す。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身、後ろに倒れたら NG ですよ。上半身固定して、膝同士、離す。これスピード全くいらないですからね。お尻の横を使う練習なので。これね、この間も言ったんですけど、短距離走を速く走りたいとかね、なんかね、スタートダッシュ良くしたいとかだと、まあスピード意識した方がいいんですけど、まあそういう方多分ね、見てないと思うので、スピード全くいらないです。OK。これで左足、前に出して、右足を真上に上げる。お尻の横、ここ使って、真上に上げる。ゆっくりでいいですよ。どうでしょう？お尻の横使う感覚ありますか？もしきつかったらね、こうやって上げてこの状態でキープでもね、お尻の横使うんでいいと思います。で、僕個人的なね、ちょっと裏技じゃないんですけど、各種目の最後の10秒サボるっていうのがね、こう、ズボラにね、ゆるく習慣化するコツじゃないかなと、個人的には思ってます。呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。きついな。ラスト1回。よし、OK。これで右手で右足首掴みます。こんな感じ。右の前もものストレッチです。腰が反らないようにしながら、右足を後ろに引くと、より前もも伸びてきます。わざとね、こうやって猫背作って、足は後ろに引く。こうするとね、めちゃめちゃ伸びます。まだ物足りないって方はね、つま先の方を持ってやるとさらに伸びます。呼吸止めないようにしましょう。これ膝、肩、腰、痛い方は無理しないでください。呼吸止めないで。よし、OK。そしたら、次は、右足持ち上げて、つま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。股関節外ねじりが目的です。お尻の横、ここ使います。さっきもお伝えしましたが、上半身をこうやって動かしちゃうと NG です。上半身固定して、股関節から先だけ動かす。つま先真上向ける。これね、難しいですよね。よくね、どうしたらできますかって聞かれるんですけど、自転車、子供って乗れないじゃないですか、ちっちゃい子って。自転車どうしたら乗れますかって言ったらもう練習するしかないじゃないですか。それと同じで、体の使い方を覚えるためなので、もう練習する以外ないですね。OK。そしたら次、足はこんな感じで楽にして、右手を右肩に添えて、大きく、後ろ回ししましょう。これ目的は、普段動かさない範囲で動かすこと。呼吸は止めないようにしましょう。肩バキバキなる方、痛みない範囲で回してください。まあ、バキバキなってもね、痛みがないんであれば、特に気にせずやっていいです。呼吸止めないように、ゆっくり大きくスピード勝負じゃないですからね。で、この次の種目からね、一回四つん這いになります。四つん這いになりますよ。呼吸止めないで。スマホ持って四つん這いになりますからね。オッケー。四つん這いになりましょう。スマホはね、顔の前に置いておくといいと思います。こんな感じで四つん這いになって、つま先は立てておく。で、手と足は肩幅ぐらいに開いて、ぐっとお尻を後ろに引く。お尻を後ろに引く。かかととね、お尻がつくぐらいまで下がったら理想ですね。で、この時猫背になっちゃうと全然ダメなので、ちょっとね、腰を反らせるぐらいにして、ここの隙間をね、こうやってなくすイメージ。手をここに挟んで、ぎゅっとこの手をね、潰すイメージ。わかりますかね？股関節から曲げる。腰はちょっと反らしておいて、股関節から曲げる。よっしゃー、オッケー。そしたら次は、うつ伏せに寝ちゃいましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、うつ伏せに寝たら、左足をこんな感じで上げます。裏もも、お尻使って、左足をちょっと浮かせる。もちろんなるべく高く上げた方がいいんですが、高く上げるとね、腰反って痛くなったりしちゃうので、裏もも、お尻使う感覚があれば、これぐらいちょっと上がってるだけでも十分 OK です。このね、内もも隙間作るとか、美尻にはね、この裏ももお尻の筋肉を使えるようになるってことがめちゃめちゃ重要です。ゆっくりいいので、裏ももお尻意識しながらやっていきましょう。OK。次反対、右足いきますよ。こんな感じで上げる。裏ももお尻、こうやって触って、硬くなってれば OK。腰痛い人は絶対無理しないでください。呼吸止めないで。こうね、腰反っちゃうと良くないから、上半身もべちゃっとね、寝かしちゃった方が、いいんじゃないかなと思います。裏ももを意識しながら、ゆっくりでいいですよ。頑張って頑張って意識して。きついな。きつかったらね、サボって OK です。呼吸だけ止めないで。裏もも、お尻意識しながらゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですからね。OK。そしたら、もう一回腹筋伸ばします。両手を耳の横ついて、ぐっと。腹筋を伸ばす。腰が反って痛い方はね、痛くない範囲でいいですからね。頑張れる方はちょっと顎持ち上げるとより腹筋が伸びます。腰がきつい方はこうやって肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これでも OK。腹筋が伸びてれば結論それで OK です。結構ね、この腹筋のストレッチをしない方がすごい多くて、腹筋ってね、こう基本的に筋力も必要なんですけど、絶対柔軟性必要です。もう柔軟性がない腹筋だとね、くびれって僕絶対できないと思ってます。だからね、こうやって腹筋のストレッチは、なるべくどの動画にも入れるようにしております。OK。そしたら上半身べちゃっと寝かしちゃいましょう。左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びる感じあれば OK です。つま先遠くに向かってぐーっと伸ばす。左のお腹伸びますか？腰痛い方無理しないでくださいね。これイメージは、上半身はべちゃっと寝かせて、肘は床につけたまま、つま先を誰かに後ろに引っ張られてるイメージなんですよね。こうするとね、めちゃめちゃ裏もも伸びます。裏、ごめんなさい。お腹伸びます。呼吸止めないようにして、つま先誰かに引っ張られてるイメージ、ぎゅーって。よっしゃ、オッケー。じゃあ、上半身寝かせたまま、右足を左、こっちに持っていきます。これで最後の種目です。つま先誰かにも引っ張られてるイメージでぎゅーっと持っていくと、右のお腹の前面伸びると思います。で、この種目終わったら、最初に行ったね、股関節、骨盤のチェックを一緒に行いましょう。で、ちょっとね、裏情報なんですけど、冒頭でお伝えした視聴者さんのインスタのね、ダイエットアカウント、特別に概要欄に貼らせてもらってます。だから、この視聴者さんがね、どんなダイエットしたのかなって気になる方は、ぜひね、インスタ見に行ってください。ただ、DM とかは迷惑なのでやめてくださいね。見るだけ、いいねするだけにしといてください。OK。お疲れ様です。そしたら最初のチェックやっていきましょう。そしたら、左足を曲げます。こんな感じで、足の裏は右膝あたりにつけましょう。で、この状態で左手で、鼠径部のところ、手を入れます。手がさっきすっぽり入ったんですが、僕は入るか入んないかぐらいまで来ました。皆さんどうですか？変化出てますか？よし、これで反対もチェックしてみましょう。右膝を曲げて、足の裏を左膝あたりにつけます。で、右手で、この鼠径部のとこ手を入れて、さっき手がすっぽり入ってたのが、だいぶ狭くなってるんじゃないかなと思います。ぜひコメントでね、どうだったか教えていただければと思います。メジャー使って太もも、ウエスト計測した人は、ぜひね、終わった後も再計測してみてください。お疲れ様です。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい。よく頑張った。もしね、この動画が良かった、習慣化できそうって思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。